起点の小物駅三重県道559号。小物停車場線は三重県三重郡小物町小物にある一般県道である。小物駅と国道477号を結ぶ駅前通りの道である。1959年1月25日に三重県道の指定を受ける。当時の区間は小物停車場から主要地方道津彦根線交点までであった。その後、 1970年に主要地方道津、彦根線は国道306号に昇格するが、路線認定上の終点の位置は長く修正されず、2007年3月30日に一般国道306号交点までに変更された。小物駅から北に直進し、途中で直角に曲がり、国道477号との交点で終点となる。なお、 小物町の都市計画マスタープランには一直線化の方針が示されているが、国道477号接続箇所の安全性の問題から具体的には進んでいない。すべて終点で接続する。ABCD30 件。昭和34年30件国時第17号の2。昭和34年1月25日。AB30 件。 平成19年30県国時第268号。平成19年3月30日。a b 3 0県県土整備部高速道道路企画室。三重県の道路、県管理道路一覧小物町役場。第3回小物町まちづくり推進協議会。ありがとうございます。